皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスの中村です。STM32 で実現するスマートファクトリーオートメーションデモのご紹介をいたします。まず、こちらをご覧ください。STM32 マイクロコントローラーで実現しているファクトリーオートメーションのシミュレーションデモです。アクチュエーター、センサー、モーター制御システム、通信機能などを提供するソリューションです。 こちらはファクトリーオートメーションの信号を制御している IoLink マスターボードです。PLC と IoLink マスターは e s a ャットで繋がっています。この e s a ャットを制御しているのが STM32 マイクロコントローラーです。STM32 マイコンはこのシステムすべてのコントローラーとしての役割を持っています。IoLink で制御しているスレーブとして、例えばアームロボット、 立ち入りを検出して自動停止を行う即興センサー ST スピンで動かすベルトコンベア、そして RFID ハイサイドスイッチが搭載されているソレノイドバルブ動作異常時に光るタワーライトなどがありますこのデモではほぼすべてのスレーブを i o リンクで制御していますこちらのバルブドライバーボードでは ISO8200AQ というハイサイドドライバーが使用されていますこのローラーノードを搭載した評価ボードはクラウド接続されておりインターネット上でファクトリーオートメーションのさまざまな箇所の状況をリモート監視することができますこのように ST では STM32 マイコンを中心としてセンサードライバーインターフェースを含めたソリューションの提案が可能です また STM32 は機能安全もサポートしていますさらに詳細をご希望の方は ST ウェブサイトをご覧ください